こんにちは、ベンジです。夢日記ドリームダイアリーの続きをやっていきます。夢日記、28%、8%、14%ね。あ、今度違う場所で本読んでるね。おい、いつまで読んでる。おい、よし、行くか。よいしょ。前回はなんかいろんなとこ行ったよね。どこをやりたいかというと、やっぱりね、なんて、白と紫のところをクリアしたいよね。あそこがね、多分もうあそこで完結するんだと思う。で、ここは卵あって、ここ卵ないもんね。ここをやっぱクリアしないとダメなんだよ。クリアしてないと卵は出ない。そこの赤い目玉はなくなったままだね。こっちは？あ、これなんだ。あ？バツ？なんだろうね。これなんだ？あ、あ、そういう感じ？え？あ、ちょっと待って。あ、ちょ。え？赤い目玉しかないよ。ダメだね。あ、あ、あ、これ？あ、待って、右から2番目なんか目っぽくない？違うわ。目玉は置けないの、これ。なるほど、そういう。え、なんだこれ。え、は？あ、あそこの影なんか光ってるね。設定資料かな。はい。なんだろうね。あ、このラジカスかな、なってんだ。誰かが俺を鳴らしたままどっか行ったんだな。そこには近寄れない。近寄れない。ここやっぱすげえ広いな。あ、この目のとこ。これ何？え？あ、死の石板。オッケーオッケー。この石板をここでしょう。4つ集めんのか。今のはあれ、どのマークだった。あ、目からなんか流れ、え、ないよそんなの。あ、これかな。とりあえず置いていこう。4つ集まったらもう総当たりでやるから大丈夫。目からあのなんか流れ落ちてる感じがあそこだったと思う。よし、電車乗って、もうすぐ降りていいんでしょ。え、ちょっと待って。いや、いや、今はやめとこう。あの、もうわけわかんなくなるから。多分もう一回電車乗ったら元の場所に戻るのか、それとも違う場所に行くのかということは考えられます。ちょっとここもうちょっと見たい。やべやべ、来てる来てる。オッケーオッケー。こういう扉なんか入れそうで入れないね。あ、あ、あ、落ちてるね。設定資料。お、登れんのかい。設定しよう。はい。登れるんだったらこの上とか行けちゃうよ。ちょ角じゃダメ。角はダメ。え、これ登れないの。じゃあそっちだ。なんでよ。なんでそっちは登れない。え、
こっち行けそうじゃん。ダメだ。え、じゃあこっち行っちゃう。え、行けない。なんで、何のため、これあれか、設定資料取るためだけに登れる箱か。でもこっちは登れる。こっちは登れない。なんでなんでかわからない。まあいいでしょう。じゃあ、いやー、なんかなんもない、なんもない。どっか入れたりすんのかな。全部当たるのは嫌だね。ああ、なんか真ん中なんかあったね。檻みたいなのがある。まあ今はいいでしょう。あそこになんかあるってことだけ忘れないようにすればいい。うん、じゃあ移動行こう。ああ、間違った。怖いよね、ここ。あれ、うん、ここだ。さあ、やってまいりました。リセットされてないね。じゃあどうにか、ここまず、まずもう一回試してみる。あそこにいるね。あの子に会わなきゃいけない。で、この左乗れると踏んでるんだけど、なかなかどうやってもいかなくて。あ、わかった。いいこと考えた。ああ、縦に助走をつけて横に飛ぶ。どうですか。よいしょ。これね、何回死んでも大丈夫だから。夢の中だからね。よっ。ほら。ダメだ。無理だ。え、これなんか、ジャンプ力強化されるとかあるかな？ないよね。二段ジャンプできるようになるとかさ。ないね。こっから直でここ行けるじゃん。うん、なんか行けるって分かると分かってくるね。で、夢日記にトイレの絵描いてたんだよね。一応入る。入って、逆側から出て、なんか変わってる可能性あるよね。ぐるんとして、視点が動いて、こっちになるのよ。おっとっとっと、危ない。これ視点がこっちになるから、何かが見えてくるかもしれないよ。見えないね。僕とかなんか石板入りそうだけど、違うだろうな。よいしょ。うえ。え、視点はどうなる？お、こっちの視点のままだ。え、待って。これで登ったら何か見えてくるよ、きっと。え、この視点だったらいけるとか。いけないか。でもそこ乗るしかないよね。ちょっともうちょっと頑張ってみます。諦めようかな。まだ取るべきアイテムを取ってないと見たよ。ちょっと一旦保留、一旦保留。そういうゲームだと思うから、これ。あの笛とかもほら、笛もね、あるから。アイテムは持ち越せるっていうことだから、詰まったら他のとこに行くべきだと思うんだ。こいつで笛聞かせるとかね。いけないね。じゃあ、デパート行く？デパートなんかこっから行けたよね。行けた行けた。デパートどっから行くんだっけ、これ。か、待てよ、こっちとかは。あ、こっち行けるじゃん。え、そこ登るとこあるよ。とその前に、とその前に、ここが
あ、やっぱこれ、ここか。お前誰は？お化けだね、あなた。何なんだこれは。で、こいつは何なんだ結局。分からん。ここ？違うね。そこ登ろう。これ新たなとこに行くよ。またどんどんわけわかんなくなってきますよ。あ、ここ、あ、夢同士つながってるってこと？はあ、そういうこと。なんかこの夢広いなと思ったら、そういうことなんだ。つながってんだ。ここ行くとどうなる？行けない。じゃあこれはあれだね。ここもどっかの、あ、こっち。行ってない。で、これなんだ。なんかマークついてる。あ、包丁出せない。わお。これどこ行っちゃうの？最上階。あ、なんかマークがある。バルブ。マークじゃなかった。うん、ここ行くしかないか。あ、バルブ。え、バルブでは無理。あ、鍵がいるってことか。オッケー。じゃあ、あのデパートに鍵がありそうな気がするね。ここ左行くと、ちょっと違うかもしんねえな。多分ここ行くとデパートだよね。違う？確かそう。あ、そうだね。あ、なんかも、あ、持ってあそこに入れてんじゃん。あいつをどこに連れてきゃいいんだろうな。右に行ったらなんか逃げられたから、今度左に寄せてみる？実家にして、あ、逆だ。おそっち行った。こいつの操り方はもうね、分かってる。合ってる。おう。そこは閉まってるから、いけ、あれ？まだか。じゃあ上。うわぁ、怖い。一番左のドアは閉まってたから、あそこで詰まらせんのかもしんないね。逆。よし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 。いいぞ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 。いいぞ。ここ来たとこね。ほら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 。あ。倉庫の鍵。いいね。え。お前、大丈夫か？大丈夫か？おい、大丈夫か？はい、行きましょう。死んだ奴のことはほっとこう。次行ったらね、また元気に歩いてるかもしんない。倒れてたらやだなぁ。可愛かったよ、今の子は。ここでしょう。え、違う？あ、違うの？違うのかよ。
あ、じゃあデパート内の鍵かな。え、今のは絶対当たったと思ったわ。違うのか。え、ちょっと陽光ロマンがいるかどうか頼む。そこにいないでくれ。いる。ごめんよ、ごめんよ。ここ開かないんだよ。追いかけ回したばっかりに。どっか開かないとこあった？あ、これどっちも下なのか。で、どっちも上になるんだ。あ、だから行けなかったのか、あいつは。お、なんだ、階段？え？広いよ、ここ。え、めちゃくちゃ広い。こんなん適当に歩いてたら死んじゃうよ。3階も行ける。いや、もうわかんない。もうわかんない。うわ、マネキンハウス。とりあえず、一番上を目指してみようかな。うわぁ、目玉。ここ一番上っぽいな。あれ？これ下行くのかな？え？ 3 階、3階。変わらん。あれ、これループかな。あ、ループっぽい。夢だからね、夢だからそういうこともあるさ。じゃあこの階今度走ってみよう。あ、ここね。ん？ここ行けないとこあった？ないと思う。うえー、違うの。これはね、音符を見る。これもう何もないでね。ここはもう用ねえな。ここ2階だよね。2階ね。あ、じゃあ1階のトンツキ行ってみる？ 1階の一番右って行ってないかもね。ここはいけない。地下もあるかな。地下はないよね。下の方にエスカレーターないから。あ、これか、これじゃない？来た。南京錠でかかったな。うわ、怖っ。うわ、勝手に歩いてる。うわ、こん、うわー、マネキン。あーあーあああああ。リトルナイトメア2で見た。ちょ、やばいやばい。ちょ、捕まれてる。ああ、捕まれたら終わりね。おお、危ない。そのまま走るよ。怖い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 。ああ。一回止まる。走れ。怖い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 。いけるいける。いけてる。うわ、2体いる。ここら辺だったら大丈夫でしょ。よし、行こう。いけるいける。楽勝。いやー、やだー。寄せてから行った方がいいよね、これ。登ってくる？登ってこないよね。あ、こう、明るいから大丈夫。よいしゃー、行こう。落ちるよ。うわ、ちょっとちょっと。え、飛んでこないよね。よし。これ飛ばなきゃダメ。よし。
止まれ。よしよしよし。お上手じゃん。ここどうなってる？うん、はいはい。これ暗闇ジャンプいるよ。よし。簡単じゃん。あ、やば！あ！これは。あ、捕まれた。いや、いけると思った、今の。お、途中から？優しい。超優しい。これ、暗闇から走ってないと間に合わねえな、多分。ああ、これダメ。ダメダメ。無理だって。お、危ない。ふぅ。2個飛ばなきゃないからな。それじゃあ無理なんだ。うぅ。はあ。怖え。おっしゃ、いった。いや、いる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 、ちょっと。おーし。早く、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 早く。無理だって、無理だって。え？戻れってこと？戻るのか。どっからっすか？さっきのとこ？さっきのとこだ。一回行けたとこはね、もう行けるから。そういうもんだから。ゲーマーってそういうもんだから。嘘。いくよ。はい。あ、余裕ある、余裕ある。はい。ここで、こっちに寄せる。この距離来れないから。よし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 。ここでもう一回やりそうです。で、こっちでやりそうです。簡単ですよ、こんな鬼ごっこ。あ、もう一回こっち。はい。楽勝。なめんなって。これ何？なんか光ってる。うわ、何これ。あ、なんかあった。設定資料かな。うん、設定資料。夜のアマゾン倉庫は怖いね。うわ、おるやんけ。でもこいつらは光当たってるから動き出さないでしょ、多分。多分ね。多分ね。変な格好ばっかりしてんな。あ、あれ？ベッド？これは？寝ると？起きるかな？うわ、怖っ。でもこれでどっかの扉クリアしたことになるでしょ、多分。多分ね、あのデパートはどっかの扉から繋がってると思うんだ。なんか、ちょっと次回、その扉いっぱいあるとこで、卵置いてあるかどうか見よう。多分どっかクリアしてることになると思う。うん。ああ、ピクニックの絵が追加されてる。ああ、こいつか、水の中にいたの。ああ、ここクリアできてないんだよ。かわいい。うんうんうん。もうデパート埋め尽くされてるから、右上ちょっとスペースあるけど、どうだろうね。あ、マネキン。はい、多分これでいけてると思う。はい、ということで、あの白と紫はね、もうちょっと後にしよう。何かが足りてない可能性がある。わかんないけどね。次行くとしたら、
違う扉入ってみるか。そうしよう。はい、じゃあ次回は違う扉で。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。